こんにちは、ひなたです。今回はダイエット経過ご報告動画になります。はい、ひなたチャンネル恒例企画になってきましたね。私今ダイエットを現在しているんですけど、どんぐらい変わったかっていうのをね、お話ししていきたいと思います。それではレッツゴー。まず前回から今までに向けてどんなことをやってきたかっていうのなんですけど、前回と、まあ、やってることはそんなに変わってないんですけど、運動面としてまずウォーキング、筋トレ、ストレッチ、この3つを、主にやっていました。1日1万歩歩くっていうのを目安に毎日ね頑張ってきたんですけど、正直にお話したいなと思っているのは、本当に正直に話させていただくんですけど、前回と比べたらちょっと最近はあんまり1万歩歩けたっていう日が前回より少なくなってってて、ちょっとそこはあんまり頑張れてなかったなっていうふうに思いますね。で、筋トレなんですけど、筋トレは週に4日ぐらい、4日か5日ぐらいそうできてて、筋トレの方は結構頑張ってたんですよ。ストレッチはお風呂上がりと朝起きた時にやってました。それは毎日欠かせずやりました。まあ、運動面はそんな感じなんですけど、食事の面なんですけど、1日の食事を公開します。まず朝ごはん、こちらオレンジ1個分、プロテイン1杯っていう感じになっています。私最近プロテインにハマっていまして、よくね朝飲むようにしてるんですけど、まあ、プロテインってタンパク質が取れるからいいかなと思って飲んでます。普通に美味しくてね。で、お昼はこちら、じゃん、定食屋さんで食べたものなんですけど、サバの塩焼きかな、あとお味噌汁ですね。今日は仕事だったのでお昼お店に行って食べました。やっぱ和食って体にいいじゃないですか。で、夜ご飯はこちら。はい、夜ご飯はこちらポキボールっていうものですね。そう、近くにねこのポキボールっていうこのサラダボールが売ってるお店があって、そう、もうめっちゃ常連なんですけど、これは、具がマグロ、アボカド、キャベツ、レタス、多分キュウリも入ってたかな。まあ、お昼結構しっかり食べたので、夜ご飯を抑えようということでサラダボールを食べました。っていう感じで1日の食事はこんな感じです。お水ですね。お水は毎日1リットル飲もうっていう風に意識して普段頑張って生活してたんですけど、ちょっとお水はあんまり正直言うと頑張れてなかったかなって思います。では皆さん気になる体重の方ですね、今から測っていきたいと思います。44.7。BMI 18.3、 体脂肪率 20.9、 筋肉量 33.4、 体重 44.7 という結果になりました。なんとも言えないですね。ポジティブに捉えたらもう増えてなくてよかったっていうのはあるんですけど、やっぱ減らすっていうのが目標だったのでちょっと悔しかったです。はい、という感じでね、ダイエットご報告動画でした。皆さんもダイエットで、ね、もしこの動画見てる方で頑張ってる方いたら一緒に頑張りましょう。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。いいと思ったらこれチャンネル登録もよろしくお願いします。ではバイバーイ。